おはよう、こんにちは、こんばんは。今、どの時間で見てくれているかしら。それともおやすみなさい。アクアリウム系の動画を中心に配信している。私、アクア、モリコです。よろしくねー。ゴールデンウィーク明けは、エリスロミクロンの赤ちゃんと微生物の動画、ミジンコの増殖の動画をお伝えしていて、小さな生物についてピックアップしているんだけど、今回もその流れで半年間培養し続けているゾウリムシ、こちらを改めてフォーカスしようと思います。ゾウリムシの管理方法と増やしたゾウリムシの活用方法など、半年間続けていたことをまとめてお伝えします。私は嗅覚がないからわからないけど、きつい匂いがするんだって。だけど臭くてもお魚やエビちゃんたちは大好物みたい。ゾウリムシについて、ここからは朝日がお伝えします。よろしく。どうも、朝日でございます。ご視聴よろしくお願いいたします。はい、モリコさんありがとうございました。あの、モリコさんがねアナウンスしていただいた通り、まあ、今週は、令和生まれのミクロラスボラエリスロミクロン、こちらの稚魚が、まあ、ある程度大きくなってきたので、まあ、それについてお話しさせていただいて、で、まあ、あの、小さいんで、あの、まあ、ミジンコじゃなくて、微生物ですね。微生物が、まあ、結構、増えてきて、まあ、それを食べていますよっていうような動画と、で、昨日、オオミジンコ、ダフニアマグナっていう、ミジンコをですね、まあ、今増やしているんですけれども、その増やし方と、あと、まあ、環境が悪くなると交尾して、耐久卵を産みますよ、みたいな、その、ミジンコの生態についてもお話しさせていただきました。なんでね、まあ、あの、ちょっと気になる方は、前の動画を見ていただければ、ちょっといいなと思うんですけれども、私が。で、今回もね、その引き続いて、培養しているね、微生物がいるので、それについて、お話しさせていただこうかなと思いました。で、昨年の11月から半年間培養し続けているゾウリムシについてです。まあね、半年間、あの、培養してきたんで、まあ、ある程度、あの、分かってきたこともありますんで、ちょっとお話ししようかなと思います。で、まあ、まず、培養の方法なんですけれども、まあ、これは本当に至って簡単で、まあ、私は、まあ、かなりアバウトなやり方なんですけれども、まあ、ゾウリムシが減ってきたら、500のペットボトルの、一番上までじゃなくて、途中まで、あの、空気に触れる面積を、が少ないとダメなので、まあ、ペットボトルの型の辺ですね。ぐらいのところまで水を入れて、で、置いとくと。で、薄くなってくるんですよね、ゾウリムシ。そうやって、水を入れ続けていくと。で、少なくなってきたなと思ったら、ドライイースト。あと、強力若元。これの錠剤を、入れて、で、増やしていくっていうやり方をしています。で、ドライイーストと強力若元、半年間ね、一つのペットボトルで、まあ浮気せず、片方は、強力若元、もう片方はドライイーストみたいな感じで、あの、培養し続けてきました。で、両方ともゾウリムシはちゃんと増えています。で、ゾウリムシの食べ物は、まあ強力若元と、まあドライイースト、両方とも菌なんですよね。まあ、強力若元は、その、腸内なのかな。まあ、そういった、まあ、菌ですね。ドライイーストも当然菌。だから、菌を食べて、ゾウリムシは増えるっていう形で、で、違いなんですけども、まあ、両方とも増える。けど、違いは、ドライイーストの方が若干マイルドな匂い。強力若元はまあまあ臭い。あと、色。ドライイーストの方は少し、まあ、白っぽい色で、強力若元は茶色色っていうような違いが
あります。管理方法で言えば、まあ餌をそのあげる時だけなんですけれども、まあ強力若元の方が常在だから、簡単です。うん。あと量ね。量は、500のペットボトルで、半分、1錠を半分にしてあげています。ドライイーストは、まあ、結構アバウトなんですけれども、その、強力若元の半分ぐらいの量を目安に入れています。うん、だそんなに、ガッて入れるわけではないです。で、あとは、まあ、やっぱ、ゾウリムシも酸素がないといけないので、振ってね、まあ、毎日振った方がいいっていうことだったんですけれども、私もね、そんなに、豆じゃないんで、まあ、週に、3回から4回ぐらいは振っていると思います。うん、でもね、こまめじゃなかったんですけれども、それでも全滅してないでちゃんと育っているので、うん、まあ、いいと思います。で、増えたものをどうしているかというと、各水槽にスポイトを使って入れています。で、特に、レッドリーシュリンプとレッドチェリーシュリンプがいる、他の上水槽には、結構量を入れて、あと、ビオトープのメダカ水槽にも入れてますね。うん。まあ、最近は、餌もね、食べてくれるようになったんで少なくなりましたけれども、稚魚の時はもう本当に毎日入れて、育てていました。うん。で、直接食べてるか食べてないかわかんないんですけれども、その他の水槽にも入れています。んで、使って、あとそうだ、回数は、まあ、だいたい週に、2、3回ずつ入れてます。うん。で、丘の上水槽とビオトープの方はそれよりも数多く入れてるっていう感じになってます。で、使ってみた感想なんですけれども、やっぱメダカ飼ってらっしゃる方はよく入れてるかと思うんですけれども、まあ、普通に水槽だけの人はそんなに入れてないかもしれないですけど、入れた方がいいと私は思います。入れてもいいと、必ず入れなくてもいいと思うんですけど、入れた方がいいとは思います。で、理由はなんですけれども、まあ、一応水槽内でも小さな自然と考えると、まあ、小さい順から言うとバクテリアがいて、でバクテリアを食べるそのゾウリムシみたいなのがいて、うん、そのドライイーストとかね、強力若元の菌類、まあ言い換えればバクテリアなんで、まあそれを食べると、うん、だから水槽内にいるバクテリアを食べて繁殖する、でそれを食べるもう少し大きい生態がいてっていう形になってるので、でそのバランスがやっぱバランスがいいと水槽自体のバランスも良くなると思いますので、でも実際どの水槽も、ある程度水質を保っていて、うん、で大きく崩れて崩壊するようなことっていうのは今のところないので、うん、入れるのもいいかなっていうふうに思います。あとはね、うん、まあ一応ね、保管場所は直射日光に当たらなければ多分大丈夫だと思います。うん。なんで、まあ、水槽のね、バランスを整える、まあ、見た目何が入ってるかよくわかんないような液になるんですけれども、うん、まあ、作られてね、入れるっていうのも、まあいいのではないでしょうか。では、こんなところであんまりまとまってないですけれども、ゾウリムシ、いいと思います。あと、最近ですね、ツイッターも少し始めて、います。使い方がまだわかんないんですけれども、一応、動画、まあ YouTube にアップする予告とか、あとその報告とか、あと日常の思って
ていることとか、うん、あとお酒が好きなんでお酒のこととかね、うん、いろいろ上げていこうかと思っておりますので、フォローよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録まだの方、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ではお伝えしたのは朝日でございました。締めの言葉、森子さんよろしくお願いいたします。朝日、最後噛んだわね。下のお言葉でもいいのなら言っちゃうけど、キャラが崩壊するからやめとくわ。まあ冗談は置いておくとして、ゾウリムシの培養方法は意外と簡単なのね。これからは夏になり高温な日が続くから、その点注意して管理した方が良さそう。ゾウリムシを入れる量はジェックスのスポイト1回分約 30ml の量を入れているけど、水質が悪化することはないみたいで、ビーシュリンプもゾウリムシが原因で落ちることはないみたい。匂いがきついから危険な感じもするけど、問題はないようよ。さて、今回お伝えしたのは、半年間培養し続けたゾウリムシの管理方法を公開します。でした。お伝えしたのは、私、アクア、モリコと、朝日でした。じゃあねー。モリコからのお願い聞いてくれるかしら。チャンネル登録まだの方、チャンネル登録よろしくね。動画の感想コメント待ってるわ。応援してくれると嬉しいなぁ。よろしくねー。